チームに勝利をもたらすために最後にマウンドに上がる男たちがいる。ストップ。抑えて当たり前という過酷なまでの使命を背負いながら、彼らはピンチでのマウンドに上がり続けた。プロ野球にまだストッパーという言葉がなかった時代、球界に革命を起こした男がいた。江夏豊。日本のストッパー、江夏こそがその草分けであった。阪神時代は先発完投を誇りとする真のエース、大長嶋を筆頭とする一流打者との対決に真っ向勝負を挑んだ男だった。そんな男に180度の転機が訪れた。1977年南海にトレードされた江夏は、野村監督の大胆な構想のもと、リリーフエースとして再スタートを切ったのだ。その年江夏は19セーブ22セーブポイントを挙げ、最優秀救援投手となった。リリーフエース江夏の成功は、それまでのプロ野球の概念を変えた。1978年広島へ移籍。リリーフエースの凄みを見せつけたのはまさにこの広島時代である。移籍した年の巨人戦、1対1で迎えた9回、ワンアウト満塁というピンチで江夏はマウンドへ上がる。2打者を難なく三振に退け、ピンチを脱した江夏は10回も巨人打線を手玉に取る。この試合、9回10回で5打者全てを三振に取るという快投で江夏健在を見せつけた。リリーフエースの存在がいかにチームの優勝の原動力になりうるか、それを強烈に示したのが翌79年のシーズンだった。往年の球威こそ衰えたものの、江夏の計算された投球術と卓越した集中力は成熟の域に入っていた。
セーブ、31セーブポイントを挙げた江夏は最優秀救援投手。そればかりかリリーフ投手としては初の MVP に輝いた。そして日本一をかけた近鉄との日本シリーズ、屈指の名場面がやってくる。第7戦、7回途中から登板した江夏は最終回無視満塁のピンチを招いてしまう。リードはわずか1点しかない。代打佐々木恭介を三振に取ってワンアウト満塁。絶体絶命の場面は続く。続くバッターは石渡。その2球目、とっさの判断で江夏はスクイズを外す。三塁走者を刺しツーアウト。冷静に状況を読み取る、まさに江夏にしかできない芸当だった。スクイズを外され呆然とする石渡を得意のカーブで三振に仕留める。絶体絶命のピンチを切り抜けて江夏はチームに劇的な日本一をもたらしたのだった。広島に V2 を許した巨人も負けじと反撃を開始した。81年、その優勝に貢献したのが抑えのエース隅光男だった。江川、石本、貞岡と強力な先発陣を誇る巨人の後ろでしっかりと支えたサイドスローのサウスポーだった。81年は抑えのエースとして花開いたシーズンだった。もともと先発ローテーションが確立していた巨人だけに、抑えの切り札の存在はまさに必勝パターンとなった。江川をリリーフした隅は危なげなく後続を断つ。ゲーム終盤、ピンチを迎えると当然のごとく隅がマウンドに上がる。蛇行到底の時代に入った80年代、強力な先発陣とはいえ完投は難しい。隅の存在は頼もしかった。変則的な左のサイドスローは抑えに回ってその進化を発揮した。とは言っても生来の制球難も相変わらずで、自らピンチを招いてしまうことも多かった。しかしコーナーにさえ決まればクロスファイヤーの威力の前に打者は手が出ない。冷や汗者のセーブ、これもまた
巨人4年ぶりのリーグ優勝に貢献した角はこのシーズン28セーブポイントを挙げ最優秀救援投手に輝いた。1983年のシーズンは連日の登板、大車輪の活躍を見せた。1982年はリリーフエースが脚光を浴びたシーズンだった。そんな中、どんな場面でも黙々とポーカーフェイスで投げ続けた男、山本和之、阪神最強のストッパーである。山本はこの試合で32個目のセーブポイントを挙げ、鈴木貴正の持つセリーグのシーズン記録に並んだ。ただ勝つことだけに一生懸命やってるだけでね、こんな自分の個人の記録なんか全然頭ないですけどね。今とか記録について聞かれてもクールに答える山本だが、彼には一人の目標となる投手がいた。プロ入りした時の先輩江夏である。その男がリーグこそ違え、このシーズンセーブポイントの記録を次々と塗り替えていった。江夏に負けじと山本も新記録に挑む。8回、2対0とリードした場面でマウンドに上がった。その回は簡単に片付けて最終回へ。新記録とはいえ、いとも簡単に達成できるかと思われた。9回、先頭打者を三振。しかしここから試合が動く。ラムにツーベースヒットを浴びるとリズムに狂いが生じた。続く福島に甘く入ったところをレフト前に運ばれ1点差となった。新記録達成にイエローランプが灯る。一塁走者は福島に代わって屋敷。その意図は明白。山本は何事もないかのように屋敷を刺す。クールさが売りの山本らしいマウンドさばきだった。B クラスのチームだけに、勝てる試合は全て斎藤で拾いに行くと言っても過言ではなかった。そんな国士も何のその、斎藤は毎試合のようにセーブ数を積み重ねていった。年間セーブ数30に挑む。
ピンチをしのいで斉藤は年間セーブを30に伸ばした。セーブポイントでは阪神の山本に及ばなかったが、56試合に登板して防御率 2.07、 堂々の最優秀投手に輝いた。気持ちが逃げてはリリーフエースは務まらないと、強気のピッチングで打者に対した斉藤明夫。83年に32セーブポイント、86年には28セーブポイントを挙げ、最優秀救援投手に輝いた。斉藤は太陽の守護神として7年の間最後のマウンドを守り通したのである。山本斉藤のセーブ記録が脚光を浴びた1982年、もう一人の偉大なストッパーが誕生した。牛島和彦、中日優勝の立役者となった。シーズン終盤、中日は巨人と僅差で優勝を争っていた。一つも落とせない苛烈な状況下で最後にマウンドに上がるのは牛島しかいなかった。最終回、リードはわずかに2点。牛島は打ち気に入る打者に対し低めに変化球を集めて打たせて取る。内野ゴロ2つでピンチをしのぎ切ると、これで中日のマジックは2となった。翌日も2点リードで8回から登板。ツーアウト二塁一塁でバッターはラム。うまく内野ゴロを打たせたものの、これが内野安打となって牛島は1点を失った。そして迎えるバッターはこのシーズン首位打者となった長崎。牛島は最大のピンチを迎えた。気迫のストレートで長崎を抑えて、牛島は1点のリードを守り抜いた。そして最終回、中日ファンの歓声の中、最後のバッター山下大輔。牛島渾身のストレートだった。中日はこれでマジック1。近藤監督よりこのシーズンからストッパー専任を命じられた牛島、会心のリリーフだった。西武のタイトルは山本斉藤に譲ったものの、牛島のストッパーとしての勲章は何といってもチーム優勝だった。日本シリーズは西武との対決。牛島はシリーズでも見事な救援を見せた。第3戦、8回同点で登板した牛島はヒットを打たれながらもしぶといピッチングで得点を許さない。そして最終回、味方の援護で1点をもらった牛島はこの回を抑え切り勝利投手となった。続く第4戦も2点リードで9回に登板。打者3人を完全に抑え切ってセーブを挙げる。結局シリーズではこの2試合以外を落とし、セーブに敗れたものの、牛島はリーグを代表するストッパーとしてその力をアピールした。牛島はストッパーとなってその進化を発揮した投手である。体力的に先発完投は苦しいが、短いイニングなら勝負度胸と集中力は抜群。キレのあるフォークボールと若手投手とは思えない老練なコーナーワークで相手打者を牛耳った。1987年、牛島はロッテに移籍。このシーズン26セーブポイントを挙げ、最優秀救援投手のタイトルを獲得。
10月9日通算セーブ記録100に挑む。フォークで三振を取ると通算100セーブを達成。牛島和彦、両リーグの強打者たちの前に立ちふさがり、見事に手玉に取ったクレバーなストッパーだった。ストッパーの草分けたち、いつもゲーム終盤の同じ頃にマウンドに上がることから8時半の男と呼ばれた宮田幸典。観客は8時半が近づくと宮田の登場を1965年は登板試合69のうち67試合がリリーフ、そしてなんと20勝を挙げた。日本で最初の専任ストッパーといえる。1975年、突然のリリーフ専任を言い渡された鈴木貴政は、このシーズン67試合に登板し21セーブを挙げた。74年、初めてセーブが導入されたシーズン、14セーブを挙げ、パ・リーグの初代セーブ王に輝いた佐藤道雄。70年代のパ・リーグを代表するストッパーだった。その剛速球で日本一をもぎ取ったストッパー、山口隆。1975年、広島との日本シリーズ、先発完投を含む5試合に登板した山口は、ただ凄まじいとしか言いようのない剛速球で三振の山を築いた。今日2セーブで日本一をもぎ取ったストッパーはシリーズ MVP も手に入れた。自分の1982年、デビューの年はルーキーながら先発ローテーションに入った。津田は度重なる故障のためリタイアを余儀なくされた。
その気迫に原のバットが押された。なんとこのファールで原は手首を骨折。津田の球威を改めて思い知らしめた一球であった。原を退けて津田は三振でゲームを締めくくる。26セーブを挙げリーグ優勝に大きく貢献した津田はその勢いを西武との日本シリーズに持ち込んだ。1勝1分けで迎えた第3戦、8回からマウンドに上がった津田は西武打線を寄せつけずセーブを挙げる。広島シリーズ2勝。続く第4戦は1点を争う好ゲームとなった。同点で迎えた8回、西武が足を使って勝ち越しのチャンスを作る。ワンアウトランナー2塁の場面で津田が登場。金森を打ち取ってツーアウト。そして秋山を迎えた。インハイのストレートに秋山は詰まってショートフライ。津田はピンチを切り抜けた。逆に2点を勝ち越した広島は逃げ切りを津田に託す。清原は当たり損ねの内野ゴロ。しかしこれをファースト衣笠がまさかのエラー。チームに嫌なムードが漂う。続く大谷もヒットを打たれノーアウト二塁一塁のピンチになってしまった。津田はバントの構えに構うことなく高めに自慢の速球を投げ込むと果敢なフィールディングで見事に走者を三塁で封殺。西武得意の波状攻撃を許さない。ツーアウト三塁一塁までこぎつけて最終バッターを迎えた。津田の気迫のストレートに片平のバットも詰まった。津田はシリーズ2セーブ目を挙げチームも日本一に王手をかけた。もう初めから抑えは言われていて、いつでも行ける準備ですか？そうですね、いつでも行けるように準備はしてます。明日はどうします？あ、行きます。もう疲れは全然ないんです？もうないです。西武打線に対して一言だけ。そうですね、なんかあんまり迫力がないような気もしました。大丈夫から西武を送らせませんかね？あ、大丈夫です。しかしこの言葉が災いしたのか、この後西武の反撃の前に広島はまさかの4連敗。日本一にはなれなかった。1989年、ストッパーに転向してから3年連続で20セーブポイント以上を挙げた津田は、4年目のこのシーズンも絶好調だ。来る日も来る日もマウンドに上がり黙々と投げ続けた男がいる。人は彼のことをリリーフの鉄人と呼ぶ。香取義孝。縁の下の力持ちだった男はトレードを機にストッパーとして花開いた。本当はこちらの方にねトレードが来まして、本当今幸せだと思ってます。巨人時代の香取はタイトルには無縁の投手だった。大体制の5年間は勝ち負けに関係なく起用され、連日のように投げ続けた。
この5年間での登板数はなんと275試合。国士とも言われる使われ方にも香取はただ黙って投げ続けた。しかし90年、王監督が去ると非常ともいえるトレード通告。しかし香取は新天地でその持ち味を開花させた。西武の投手陣の中でなくてはならない存在となった香取は、中継ぎ、抑えと大車輪の活躍を見せた。時には先発投手の予期せぬアクシデントもある。肩の出来上がりが早く、いつでもスタンバイ可能な香取はチームにとってまさに頼りになる投手だった。1996年、コツコツと投げ続けてきた男がついに偉大な記録に王手をかけた。この試合で香取は江夏の持つ通算セーブポイント210に並んだのだ。すごいですよね。あの方はもうやっぱりリリーフ投手としての憧れの選手でしたので、まあ、同じ数字だけできたっていうのは本当なんかまだ信じられないような気持ちです。体力の続く限り投げています。香取は新記録に挑んだ。同点で迎えた最終回、ランナーを二塁に置いてサヨナラ負けのピンチを迎えるが、東尾監督は香取を変えなかった。このピンチを抑えた香取はこの後味方が勝ち越して江夏の記録を塗り替えた。それは40になるまで雑草のように投げ続けた男の大きな勲章となった。香取、妻が見守る中での引退試合。抑えることはできなかったが、香取に悔いはなかった。リリーフ登板738回というとてつもない記録を残して、リリーフの鉄人はグラウンドを去った。36歳にしてストッパーに転向するや、驚異的な安定度で相手打線を封じ込めた男、大野豊。1991年、広島優勝の原動力となった中年ストッパーだった。1981年、江夏が去った後の広島でストッパーの役割を担ったのが大野だった。しかし、その穴を埋めるには江夏は偉大すぎた。この年抑えに回った大野はそれを嫌というほど痛感する。安定度に欠ける大野は気負いばかりが先行し、自滅することが多かった。ストッパー失格、江夏の残像に押しつぶされた格好で大野は先発に復帰する。
大野は広島の先発陣を支える形で奮闘、チームも勢いに乗って首位に躍り出た。そして優勝がかかったマウンドにはやはり大野が立っていた。広島5年ぶりの優勝。大野自身もこのシーズン32セーブポイントを挙げ、最優秀救援投手のタイトルを獲得。まさに優勝の立役者だった。大野はその後4年間にわたりストッパーを務め、再び先発に転向。不惑の年を過ぎてもマウンドに立っていた。自分のピッチングの美学を貫いた男、大野豊。通算のセーブ記録は43歳まで投げ抜いた男、不屈の大記録である。1987年、牛島がトレードで去った中日に新しいストッパーが誕生した。冷静な牛島とは対照的な燃える男、賀来源治。このシーズン30セーブポイントを挙げ、最優秀救援投手となった賀来は、翌年その投手を全開にした。翌シーズン1988年、賀来は春先から絶好調。賀来独特のガッツポーズも好調の証。1点差の厳しいゲームでも賀来は全く動じない。得意のスライダーをビシビシ投げ、いとも簡単に打者を料理する。頼れるストッパーの存在でチームも独走態勢。そしてその瞬間も賀来が決めた。中日6年ぶりの優勝。賀来はまさにその原動力だった。このシーズン賀来は44セーブポイントで2年連続の最優秀救援投手。そしてストッパーが MVP に選ばれるという快挙をもたらした。中日の守護神賀来源治、東証星野監督の初の胴上げを実現させたストッパーである。思い出のストッパー。マウンドで吠えることからギャオスの愛称で親しまれた。野村ヤクルト V2、 そして悲願の日本一に大車輪の活躍を見せたストッパーがいた。体は細いが肝は太い。その細腕で日本一をもぎ取ったサブマリン、高津慎吾。1993年、ヤクルト野村監督は一人のストッパーを誕生させた。高津はこの試合抑えで登場した。
松井にプロ初ホーマーを献上したものの、野村監督にこの試合での勝負度胸を買われて、高津はストッパーの座を任されることになった。高津入団3年目の転向であった。1点を争うゲームでも勝負度胸は満点。ランナーがいる場面の方が気合が入るという強い心臓の持ち主。まさにストッパーにうってつけであった。シーズン中盤から高津が出れば勝ちという必勝パターンが出来上がった。ヤクルトは V2 目指して突き進む。フル回転で優勝に貢献した。優勝決定の試合、高津はいつものようにブルペンでスタンバイ。しかしさすがにこの日は出番がなかった。ヤクルト V2、 高津は胴上げ投手にはなれなかったが、最高の舞台は別に用意されていた。日本シリーズは前年と同じ西武との戦い。ヤクルトは雪辱に欠ける。第1戦をものにしたヤクルトは第2戦、3点リードで高津を投入。高津は期待に応え、西武打線に付け入る隙を与えない。西武のクリーンナップを手玉に取って、高津はシリーズ初セーブを挙げた。シリーズ第4戦、ヤクルトは犠牲フライで1対0と勝ち越すと、最終回、それまで好投していた川崎に代え、高津を投入した。先頭打者は清原。しかし高津は、際どいハーフスイングをボールと判定され、ノーアウト一塁としてしまう。続く打者は秋山。大胆にインコースを攻める。秋山をツーストライクと追い込んで、次が決め球だった。打ち気に流行る秋山を誘った見事なシンカーだった。これでワンアウト。続く辻はショートゴロに打ち取ってツーアウト。ランナー二塁。ツーアウトとはいえ、一打同点のピンチは続く。バッターはしぶとさでは一流の田辺。高津は臆することなくインコースへ。2球目は実に際どいコースへシンカーが決まる。これで2ストライク。ボールが2球で2エンド2となった。高津、次が勝負球。三振。ヤクルトは3勝目を挙げてシリーズへ王手をかけた。野村監督宿願の初の日本一が近い。第5戦、第6戦は西武が反撃。
日本一の行方は第7戦にもつれ込んだ。ヤクルトは打線が奮起して4対2とリードする。しかし先発川崎もここに来て疲れの色は隠せない。そしてやはりこの男しかいなかった。このストッパーにプレッシャーというものは存在しないのか。気力充実で投球が冴え渡る。そしてその時がやってきた。野村にとっては夢にまで見た初の日本一だった。大舞台に強いストッパーはこの後も日本シリーズで8試合連続セーブポイントの新記録を打ち立てた。1995年若きストッパーが鮮烈にデビューした。とにかく荒削りだが息が良かった。19歳のストッパー平井正文。平井はマックス150キロを超える剛速球を買われてストッパーに抜擢された。荒削りではあったが怖いもの知らず、その力任せともいえるピッチングにプロ野球の古参たちも手を焼いた。平井は5月ですでに9セーブを挙げる。6月の近鉄戦では7球連続で150キロを超えた。そのストレートを弾き返される場面もあったが、ライト一郎の強肩が若き平井を救った。快進撃を続けるオリックスの守護神としてすっかり定着した平井はこの試合で11連続セーブポイントを記録した。オリックスは7月に早くも50勝に到達。平井はそのうちの30勝に貢献するという守護神ぶりを見せた。9月、優勝が秒読みに入った。これでこのシーズン27個目のセーブ。それどころかこの試合で勝利投手となった平井の勝ち星は15となっていた。地元神戸での優勝を自分のリリーフ失敗で不意にした平井は必勝を期して上京した。今度こそ胴上げ投手を狙う。そしてその時がやってきた。マウンドに上がる平井の顔もさすがに緊張のためにぎこちない。そして最後の球は150キロのストレート。見事に胴上げ投手の栄冠に輝いた。彗星のごとく現れて27セーブ42セーブポイントで最優秀救援投手に輝いたストッパーはその号泣で新人王も奪取した。中継ぎ抑えと何でもこなす貴重なサイドスローの救援投手は日本シリーズでその進化を発揮した。鈴木平。1996年巨人との日本シリーズ。
第1戦2点リードで登板した鈴木は抑えに失敗してしまった。福王を歩かせてしまった鈴木は続く大森に手痛い一発を浴びてしまう。土壇場での同点ホームランだった。続く第2戦も同じく2点リードでマウンドに上がる。対するは落合。落合をサードゴロに打ち取って第2戦を取ったオリックスはこれで波に乗った。3連勝でシリーズに王手をかけた。第5戦、オリックスは3点リードで8回から鈴木平を投入した。鈴木はこのシリーズ4回目の登板。落合には果敢にインコースをついて詰まらせる。そして打席には第1戦で同点ホームランを打たれた大森を迎えた。大森にはうまく落として三振。第1戦での借りは返した。そして清水を打ち取って8回は巨人に反撃の糸口さえ与えなかった。そして最終回、まさか自分が日本一の胴上げ投手になるとは。鈴木は渾身の力を込めてラストボールを放った。オリックス、巨人を倒して日本一。鈴木はこの日本シリーズ4試合に登板して1勝3セーブ。見事な火消し役を演じた。90年代パ・リーグを代表する火消しのスペシャリスト、ミスターファイヤーマン赤堀元幸。3年連続で最優秀救援投手に輝いた近鉄の守護神である。1994年、近鉄は自慢の射手前打線を誇っていた。ゲーム終盤で逆転することも多かった近鉄はもう一つの切り札も持っていた。ストッパー赤堀の存在である。終盤で勝ち越せばあとは赤堀に託す。近鉄の必勝パターンと言えた。得意の一発が飛び出せばピンチには迷わず赤堀を投入する。赤堀の安定感は素晴らしく、防御率は常に1点台をキープしていた。このシーズンチームも好調。赤堀の出番も多かった。連投に次ぐ連投でセーブを積み重ねていった。7月30日連続セーブポイントの新記録に挑んだ。この試合で新記録を作った赤堀はこの年その数を21にまで伸ばした。連投連投っていろいろありましたけどもね、まあそういう中でもやっぱチームが勝ってましたからね、行かなきゃいけないっていうありましたから、もうそういういろんなことがあったからあってここまで来ましたから本当に嬉しいですね。赤堀の決め球はスライダー。特にこのシーズンはそのキレが素晴らしかった。
ペナントレースは西武オリックスとの三つどもえ、最後までデッドヒートを繰り広げた。伊手前打線も絶好調。連投が続く赤堀だったが、例年になく気合が入った。眼下の敵オリックスを封じる。結局この年優勝は西武に譲ったが、充実したシーズンを過ごした赤堀は24セーブ33セーブポイントで3年連続で最優秀救援投手に輝いた。そして3年連続でファイアマン賞も受賞。もう本当にシーズン始まった時はどうなるかと思ってましたから、本当にチームの快進撃のおかげでまたこのね3年連続というファイアマン賞を受賞できて本当に嬉しいです。1997年パリーグを代表するファイアマンとして赤堀はその健在ぶりを見せつけた。この年33セーブポイントで2年連続でタイトルを獲得。この6年間でタイトルを譲ったのは95年の平井だけだった。90年代はストッパーの時代だ。90年に気を吐いた150キロの剛速球ストッパー与田剛。1997年その投手と号泣で大活躍したストッパーがいた。韓国野球界から日本へやってきたスーパースター。
ピンチを招くことはあっても最後はほとんど危なげなかった。孫の重いストレートの前に日本の好打者も力負けした。10月2日、孫は記録を達成する。8回、ゴメスのホームランで逆転した中日は当然のごとく孫を投入。ランナー2人は許したものの、バッターローズを追い込んで孫は 2-3 から涼しい顔でストレートを投げ込んだ。これで孫は横浜の佐々木と並んだ。このあと2人は年間セーブを38に伸ばしてシーズンを終えた。チームで一番すごいピッチャーは一番最後に使う。星野監督にそう言わせた孫のピッチングはまさに期待通りだった。ストッパーと先発ピッチャーとの重要性が従来と全く逆になる時代がすぐそこまで来ようとしていたのである。セーブ記録を全て塗り替えた史上最強のストッパー。登場するだけで相手チームを絶望させる男。浜の大魔神、佐々木一弘。150キロのストレートと凄まじいまでのフォークボールで取りたい時にいつでも三振を取れると豪語するこの男はストッパーを一躍主役の座へと引き上げた。ストレートとそれから変化球は、変化球は少しちょろちょろと、やはり行ったら数少ないんでバラしたらちょっとまずいと思います。1990年ドラフト1位で太陽に入団した佐々木は先発投手としてはいいところがなかった。ゲームの中盤以降球威が落ちたところを狙われて痛打を浴びることが多かった。その進化が現れたのは91年、抑えに転向してからだった。必殺のコンビネーションは完成の域に入っていた。そしてチームも万年 B クラスの汚名を返上した。1998年、お膳立ては整った。佐々木自身も早々と初セーブを挙げた。ラッキーな展開も佐々木で確実にものにできた。佐々木は偉大な記録に近づいた。通算セーブポイントで香取の記録に並んだ。
そして6月4日新記録達成の相手は巨人だった。ストッパーの記録がこれほどまでに脚光を浴びたことはかつてない。セーブポイントの連続試合記録はいつ果てるともない、そんな風に思われた。しかし何事にも終わりがある。7月7日1点リードで迎えた阪神戦に思わぬ伏兵が潜んでいた。平塚にフォークを打たれてツーベースヒットを許してしまう。この日のフォークにはいつものような鋭さがなかった。そしてバッターは矢野。いつもなら格下の相手に高めのストレートを運ばれる。二人目が帰ってまさかのサヨナラ負け。佐々木2年ぶりの黒星だった。連続記録もここで途切れた。夏場に入ってさすがの佐々木にも疲労が溜まっていた。7月14日の巨人戦では打ち取ったはずのこの打球をショート石井がエラー。このエラーがきっかけでピンチが広がった。ツーアウト二塁一塁でバッターは清水。ツースリーから真ん中に入ったキレのないフォークをジャストミートされて1点差。なおもランナーを三塁に残してバッターは松井。松井の打球はレフト前へ。土壇場で同点にされてしまった。またもやリリーフ失敗か。そう思われた9回裏、石井の一打が全てを救った。はストッパーの記録を全て塗り替えたことになった。
星野中日に完全に引導を渡した。9月19日、前年自分自身が作った年間セーブ記録に挑戦する。自己の記録を更新した佐々木、このシーズンその数を45まで伸ばした。いや、もう自分の数字はいいんで、とりあえず試合試合の任された仕事はね、絶対勝つようにして、チームの優勝に向かってね、貢献していきたいと思います。38年ぶりの優勝が現実味を帯びて、地元横浜の街も大きく揺れた。10月8日、甲子園。ついに佐々木がそのマウンドに立つ日がやってきた。8回に逆転した横浜は、その回から佐々木をマウンドに送った。8回を終わって残すはあと1回。ベンチに戻る佐々木の顔から表情が消えた。あと2人。あと1人。そして佐々木のこれがラストボール。そして今度は日本一を決めるために佐々木はマウンドに上がった。江夏から始まったストッパーの記録を全てその手で塗り替えた佐々木一弘。しかし優勝の喜びに変わる記録はこれから先も生まれそうにない。